ユイトです。屋根線に来てます。ここは夕焼けだんだん。屋根線はね、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、谷中と根津と千駄木、もう時間も時間で日が沈んでしまう、撮れないですけど、夕焼けだんだんです。このね、向こうの商店街はあのコロッケとかね、メンチとかがいっぱい売ってるんですよ。もう日が沈むけれども、ちょっと歩こうかなと思います。でしょうか。屋根線と言っておきながら谷中周辺だけで終わってしまいました。すいません谷中好きなんですよ。本当ちょこちょこ来るんですよね。ここもちょっと溜まってきた時に谷中はね、猫のお店が多いんですよ。夕焼けだんだんのね、猫ちゃんはアイドルなんですけど、今日はいませんでしたね。だから猫のお店が多いので、あの猫の T シャツとか猫まんじゅうとか猫のお菓子とかね、結構いっぱい売ってます。あと猫のオブジェも猫の置物も見てるだけで結構楽しいです。猫好きにはたまらないです。指とブラブラ好きなので、チャリンコでわーっと走ってて、またブラブラこう写真撮ったりね、あの Vlog みたいに動画撮ったりもするので、これもまたアップするので、ぜひ見てやってくださいね。アメブロ、ツイッター、インスタグラムやっております。ぜひフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたしますね。あと、あのベルボタンポチしていただくと、ユイトの更新情報が届きますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。寒くなってきたからね、風邪ひかないでね。ユイトでした。ユイトテレビだよ。